します。いよいよ今日29日大阪府議会臨時会が開会をされます。私たちカジノの是非は府民が決める住民投票を求める会、3月の25日から62日間署名を集め法定数に達し、7月の21日にこれを提出、初めて大阪でですね、初めてじゃないですね、45年ぶりに大阪府において住民投票直接請求のその府議会が開かれることになりました。今日はとっても暑いのでね、皆さん少し時間短縮するかと思います。でコロナの関係もありますので、ぜひご了承ください。少しだけ間を広がって密にならないように声は十分これ聞こえていると思いますので、少し広めに座っていただけますか。それからこちらの今宣伝カーの、白い宣伝カーですね、そちらの方の、すいません、後ろから自転車来ます。白い宣伝カーのところにパラソレがありますが、ここが救護班の救護所になります。看護師さんにも来ていただいておりますし、給水もこちらの方でできますので、どうぞご無理のないようにご利用いただきたいと思います。それではただいまから大阪府議会に対してカジノ住民投票条例を賛成せよと、その思いを込めた座り込みをしていきたいと思います。最初に共同代表の大垣さんから一言いただきます。お願いします。大垣です。今日は裏方の予定だったんですが、喋ります。皆さん本当に今日こんなに暑い日にお集まりいただいてありがとうございます。コロナ飽きません。そうだね、何の座り込みかということを私いつも確認する人間なので確認をさせていただきます。今日45年ぶりに私たちが直接請求を実現し、そして議会が召集されることになりました。すごいことなんですよ。大阪府の規模でこういう直接請求が行われたということはすごいことなんですが、それはすごくひどい行政が行われているっていうことです。で、今私たちの立場というのは午後から議会が開会しますが、私たちその議会がどうなるのか全くわからない状態です。内々には今日意見陳述者を決めて議会を再開し、本議会を再開し、今日採決されるということを内々には聞いていますが、今この時点で私たち最後のところまで一生懸命駆け足で全ての準備をしましたが、今この時点では議会がどうなるのかわからないという状態です。開会されてまず私たちはちゃんとした本会議を開いてもらうということを今座り込んで要求をしているということです。和歌山市、横浜市だって議会が召集されて、その後議案、私たちの条例案ですよね、それが委員会に付託され、そして委員会審議を行っています。陳述者も十分な時間を与えられて、和歌山は1人10分ずつ6人話をしています。横浜市は3人の陳述に対して会派の議会審議が5時間行われています。その上で正式な本会議を開いて採決をするという段取りをちゃんと踏まないといけません。そのことを今私たちは大阪府議会、大阪府知事に要求するために、こんなくそ暑い中ここで立ったり座ったりして汗をたらたら流しているわけです。怒ってください。本当に私たちどんなに一生懸命この運動をやったかね、やった人たちみんな分かりますよね。どんなに厳しい運動だったか、それをええ加減に考えてもらっては困ります。ということで少し皆さん体調を見ながらということになりますけれども、終わりまでどうぞお付き合いください。そして今日中で意見陳述する人以外、ここねみんな言いたいことを
次々と誰でもいいからマイク取って言ってください。聴者の前でたくさんの人の話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。共同代表の大垣早苗さんですけれども、本当に走り回って自ら署名をね、みんなと同じ一緒に集めております。今日は先ほど挨拶の中にもあったように、国会議員の方から、普通の方から、まあ普通って言っても国会議員も普通なんですけど、僕に言ったらみんな平等ですね。手を挙げていただいて自分で紹介をして、そしてこのマイクで訴えをしていただきたいと思います。時間についてはおよそ1時間弱ほどを考えております。というのは先ほど案内させていただきましたが、12時半から傍聴券が配布されます。お城側の正面玄関です。すでに 5,6 人が並んでおります。こちらのメンバーの方も並んでおります。たくさん来るようであったらすぐに向こうに移動をしたいというふうに考えています。それでこれが抽選じゃないんですよね、先着順で。そうするとみんな迷いますよね、入りたいですよね。だから向こうの方で調整をしながら、皆さんでちょっと譲り合ってお願いをしたい。人数については 52-6 ということで、6名は陳情、意見陳述、意見陳述をする人がその中に含まれるというんです。本当にめちゃくちゃです。まだ僕も意見陳述人なんですが、意見陳述に選出されるのは1時の本会議が始まってから、それから告示と本人通知があって休憩挟んで本会議なんていう、こんなめちゃくちゃなことを許せないということで、今日皆さんに配っていただいたこのチラシの後ろには大阪府議会議長宛に抗議文書をつけております。まだお取りになっていない方は後でこちらの方から配りますので、ぜひ受け取ってください。今日はこちらの方で11時15分程度になるかと思いますが、傍聴の様子を見ながら短い座り込みですがやっていきます。その後議会に入っていただく意見陳述者は12時にこちらの南門の方に集合してください。私と一緒に入ります。そしてその後本会議が始まります。何時に終わるか分かりません。私たちとしてはしっかりと審議を尽くしていただいて、より長くとやっていただきたいというふうに考えております。終わった後記者会見を府庁舎内で4時半ごろからと予定しておりますが、長引いた場合は3年ビル事務所で行いますから、そちらの場合は記者会見の様子皆さんで見ていただくことができます。それから嬉しいお知らせを一つ、豊中市でこの府議会を前にして住民投票をしっかりやりなさいと、そういう意見書が議決されました。本当にですね、熊取町、そして富田林市に続いて、その他吹田や五日が挑戦をされましたけれども、豊中市という厳しい議会構成の中でも21万筆というこの署名運動の力が、8月に本来は議決とされていたものを7月中に前もって持ってこさせて、なおかつ実際にこれ可決するという大きな地殻変動を大阪の中で作っていると思います。本当に嬉しい嬉しいニュースでした。この嬉しいニュースをですね、今日このまま大阪府議会の中に持ち込み、吉村知事なぜ反対するんだ、反対してはいけない、府議会議員みんな見ている、来年の選挙もみんな見ているぞ、分かってんのか、しっかり声をですね出していきたいと思います。それでは皆さん、ここからオープンマイクにしますので、発言のある方どなたでも手を挙げてよろしくお願いします。大体お一人 3,4 分かなと思いますが、よろしくお願いします。遠慮せずにはい、どうぞ。紹介もご自分でしていただくようにしたいと思います。はい、こういう時はね、一人目というのは全通信じゃないかと思われてね、遠慮する人が多いのでね、もうそういう憎まれ役の一人目を買って出ることにいたしました。私は弁護士の大前治と申します。本当にね、皆さんご苦労様です。暑い中ね、もう住民投票を求める、このままカジノをね導入強行していいのかと、その問いかけをね、私も一緒になって少しでも力になれたらと思ってね、このように参加させていただいております。弁護士として仕事していてね、やっぱり強く思うのは、カジノ
だけじゃなくてギャンブルね、競馬もパチンコもそうですけども依存症になってしまった、そのためにたくさん借金をしてしまった、それが家庭崩壊、人生の破壊にねつながってしまうということでね、苦しんでおられる方がおられます。まあ、実際にはお金の問題というのは人生の崩壊でも破壊でもないんだけれども、それでも本人や家族がとても苦しんでしまうというのは事実なんですよね。そして吉村知事がね、この依存症対策どのように取り組むのかと、府議会でもねいろいろ追及されてますけども、これだけの規模のカジノでこれだけのお客さんが来た時にどれぐらいのカジノ依存症が発生するだろうか、具体的な予測数値はなし。それだけの依存症対策のためにどれだけの人員、どれだけの相談窓口、どれだけの物的施設が必要であるか、予算が必要であるか、そういったことについても具体的な検証予測はなしなんですよね。この状態でカジノが導入されてしまったら、多くの方がギャンブルの依存症で苦しむ、本人も家族も苦しんでしまう、こういうことになると思うんですよ。今ね、維新の人たちはね、ある意味では焦っていると思います。今山川さんおっしゃったね、豊中市などでもね、住民投票を求めるという、そういう意見書が可決されました。維新のね、政治家や橋本徹さんたちがね、いろんな人に対してね、言論抑圧の裁判をね、やってきてるんです。けしからんって言ってね、あれはね、焦りの表れですよ。まあ、私もね、もう誰とは言えませんけど、そういう裁判で訴えられた人のね、代理人やってますからね、頑張ってそういうのをね、しっかりと裁判勝利に向かって勝ち抜くとともに、維新がね、このまま意見を聞かずに強行するんだという、このカジノ、これね、今の吉村府政の一番の弱点でもあると思うんですよね。しっかりと追及していって、政治の在り方を変えていくということに頑張っていきたいと思います。ぜひ2人目の、ね、発言者の方も遠慮なく手を挙げてくださいね。私からの発言は以上です。ありがとうございます。どうもありがとうございました。本当に弁護士仲間をまとめていただいてね、運動立ち上げから活躍をしていただきました。感謝申し上げます。続いて私発言したいですよっていう方どうぞ。はい、はい、じゃあ先、あっちが先になったな。はい、どうぞ。3番目ね、発言したい方はどんどんこっちの方へ回ってください。前回やった時には72市区町村20秒ということで限られましたので、今日は大丈夫です。皆さんおはようございます。やってる中ありがとうございます。お疲れ様です。私は6112筆集めた茨城市から来ました、西尾慶吾と申します。私たち本当に2ヶ月間、まあ、暑い中、また雨の日も含めてずっと街頭立ち続けて、全体では21万筆を超える署名を集めました。7月21日、本当に汗を流して段ボール箱を抱えて運び込みましたが、その日吉村さん会ってもくれませんでしたね。同じ日に国際万博の事務局長には会っていたくせに府民の声は聞かない、どういうことでしょうか。4月27日吉村知事記者会見でご自分で言いました。市民の方々が民主主義的なプロセスにのっとっているのを見守るって自分で言ったんですよ。私たち正々堂々公明正大、全て民主主義的なプロセスを経てこれだけの署名を集めたんです。だからしかるべく住民投票をちゃんとやってください。日本国憲法には第8章、地方自治がしっかりと定められています。とりわけ第95条、一つの地方自治体に影響を与える特別法を作るときは、そこの住民の過半数の意思を住民投票で決めてからでないと国会は特別法を作ることができない、しっかり書いているではないですか。憲法に従って私たちはちゃんと民主主義にのっとってこれだけ署名を集めました。そして憲法を守るその責任を一番負うべきは議員の皆さん、行政を担っている権力者の皆さんです。ちゃんと住民投票を実施してください。公明党とか維新の会の人たちは府議会の議決は固いんだと言いますが、2019年の選挙8選挙区13人、これ無投票で選ばれた議員さんたちです。今の府議会構成がメインをちゃんと反映しているとは全くもって思えません。そもそも
住民投票、直接民主主義っていうのは、これは究極の民主主義やと言って、都構想の時に住民投票をやりまくったのは維新の皆さんです。そしてね、維新の皆さん、そんなに自信を持って、この IR めちゃくちゃ素晴らしいという国際社会から、どうぞ大阪に IR に来てくださいと言うんだったら、むしろ堂々と住民投票をやって、府民の総意として、世界中のお客さんを出迎えしますよと、そうやってお客さんを集めてきた方が、まともな IR だと世界に向かって胸を張れるんじゃないですか。だから、私たちは単純に民意を直接、ワンイシュー、IR を作るか作らないか、この一点に絞って、民意を確かめようという当たり前のことは当たり前のプロセスで言ってるだけです。だから議員の皆さん、私たちの声、ちゃんと聞いてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。吉村知事、大阪府議会議員の皆さん、今日は登庁しておられるから声聞こえてますよね。この住民投票の実施の声をしっかり聞いていただきたい。できれば、府議会前に私たち会いたいということをずっと言っていたので、吉村さん、こちらの方に出てきてくださいよ。ねえ、皆さん。自信があるなら出てきてほしい。そう思います。それでは次の方、お願いします。あ、すいません。こちらの先です。じゃあ4番目。5番目の人。おはようございます。港区の山口と申します。8時から9時は、港区の弁天町駅で私一人ミラー巻きと今日のチラシを巻いて凱旋してました。でその内容なんですけど、活動してる時に私も学会員やったんですけれど、公明党が創価学会に署名しないように言うてたので私大変苦労しました。でそんなこともその凱旋の中で言ってたので、今の市議さん西議員もなんか知らん顔してこうやって見に聞いてました。で、その中で私は本当に教育委員会がねカジノを認めて財政と時間さえ許せればやっていいというような子どもたちに教育をしているいうことが、いやカジノですね、そんな大阪ありますか。で そんなんてちゃんとみんなね注視して見といてくださいね、行政を言うことで。ちょっとYouTube ですごく放送されてるんですけれど、上海電力一帯一路の問題と武漢とのパートナーシップの問題、すごい怖いですよって、もうでみんな注視して見といてくださいいうのを訴えてきましたが、200枚ほど持って帰ったチラシ50枚も取ってもらえませんでした。なんかでも関心ある人はそれ持って行ってるし、本当に怖いことです。それもこの大阪から始まった一帯一路です。もう恐ろしいですよ。それがもう全国に広がっています。で、そのこととかみんなが関心持ってやらなければいけないということを私が訴えていったんですけれど、今日採決されるということやったんで、ちゃんと私たち公表しますから、今日の住民投票請求に賛成した議員は来年度の4月の統一地方選ね入れていいですけど、反対した議員は入れないでくださいいうのを訴えてきました。これは公明党の西議員もしっかり聞いてると思います。あと頑張りましょう。どうもありがとうございました。本当に有権者、府民がですね、しっ
っかり見ていると、投票権のない人だってしっかり見ているんだということを伝えていきたい。じゃあ続けてナンバー5、ナンバー6の方はどなたかありますか。はい、こちらの方へ来ててください。じゃあ7、 ありがとうございます。あの、平方から入ってきました山本龍吾と言います。よろしくお願いします。後期高齢者で78歳になって、去年は心臓弁膜症で入院してましてね、今も関西大通院中なんですよね。もう黙ってられへん思ってね、今日も来ました。21日も来ました。それから枚方の皆さん、熱い思いで取り組まれた署名活動、これにも私参加させていただきまして、2ヶ月間本当に皆さんに励まされながら頑張ってきました。中でもあの住民の皆さん、大概のことはええけど、大阪府がギャンブル、賭博でしょ、これ刑法犯罪ですよね、本来ね。こんなものをね、自治体が推奨するものか、税金を使ってね、許せないという方がね、たくさんありました。本当にその通りだと思います。何を考えてんねん、吉村知事。住民投票やらんかーい。住民投票は究極の民主主義ちゃんかー。2回も負けたくせにやったやろ。今回はほんまに住民が要求してるんですからね、やってください。収まりません。やるまで頑張る。もうあと何年もないですけど、寿命、最後の最後まで頑張ります。枚方の皆さんと一緒に頑張ります。皆さんもよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。どうでした。どうもありがとうございました。気迫がこもっておりますけれども、お暑いので給水とあまりご無理なさらないようにしてくださいね。吉村さん、聞こえましたか。2回もやって負けたから、やれば負けると思ってるから、あなたやらないんでしょうが、ちゃんとやってくださいよ。それではナンバー6、はい、はじめまして、私は大阪市北区から来ました、大学1年生です。私は令和新選組大石あちこ事務所のボランティアで、カジノの住民投票を求める署名を集めさせていただきました。正直私、そのカジノについて、その何がダメとか分からなかったんですけど、知っていくうちに、最初税金を使わないって言ってたのに、3000億円以上の税金が使われるっていうのが、まずこれはあかんやんって思いました。で、そこでそれに加えて利益が出るのが約50年後、私がだいたい70歳ぐらいの時に利益が出ると言われています。こんなんもう誰も責任取ってもらえないと思うんです。だからこれは絶対やるべきではないですし、21万筆以上の署名が集まっている今、その大阪市府民の気持ちの重大さにすごい気づいてほしいです。まず住民投票を求めること自体がおかしいと私は思うんです。普通してもらえるもんじゃないのかなって私は最初思いました。で、こうやって署名をたくさん集めて、皆さんその雨の中、風の中やってはるっていう、その熱い思いもしっかり汲み取ってほしいです。なんかその大阪市府民の気持ちをもっと大切にしてほしいです。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。吉村知事、大阪府民の皆さん、聞こえましたか。若い人、考えてみれば17歳以下の人、投票権ない、外国人の国籍の方もないですけれども、まあこの17歳の人が67、8になるまで大阪の港湾事業の会計が黒字にしない、今おぎゃと生まれた赤ちゃん50歳になっても借金背負ってる、あなた方責任取れるのか。それではナンバー7お願いします。ナンバー8を希望される方、はい、こちらとあちら、はい、枚方から来ました牧根と申します。先ほど枚方の山本龍吾さん発言されましたけれど、彼は自分の自前のあの赤いのぼりを用意し、スピーカーも用意し、ご自分でも言われましたけど、心臓弁膜症の術後の後、本当に大変な中で頑張られました。山本さんだけじゃありません。市役所前の拠点を守り抜いた人、そこで毎日毎日2ヶ月間
このマイクを握った人、もう本当にいろんな思いが詰まった枚方で言うと9985筆なんです。やまじっこの思いでこれだけの数を集めたんじゃありません。負荷21万に近づくような数です。本当にすごいことだと思います。吉村知事、よく聞いてください。私は今この手元に45年前に行われた負荷の住民投票直接請求の記録を持っています。そこではどういう過程でその否決にまで至ったかっていうことをちょっと知っていただきたいと思うんです。今回たった1日でしかも6人の請求代表者の陳述を30分で終える、こんな暴挙許されるもんではありません。この歴史の記録をちょっと聞いてください。これら市町村における署名審査、昭和52年6月14日知事に対して請求が行われて、同年7月4日から知事から府議会に提案され、審議の結果同年10月25日に否決されたと書いてあるんです。これだけの十分時間をかけた審議を経て行う、これは形だけにせよこれ民主主義ではこういう過程を経て行われるべきものです。今の大阪府政どうでしょうか。府民無視、地方自治法無視、憲法無視、こんな無視の中で私たち府民が黙っていられるわけがありません。皆さん今日はみんな本当に暑い中集まっていただいてますけれど、全員で傍聴席に詰めかけ大きな声で、終わってからどんな罵声を浴びせてもいいじゃないですか、もうすぐ終わるんだからね。もしね否決されたとしたら吉村知事に届くような大きな声で府民の意思を伝えましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にこの住民投票の重みということをしっかり分かっていただけなければなりません。実は私たちこのみんなの72市区町村の仲間の中には1977年の住民投票運動を中心にやっておられる方おられました。80歳超えております。で、彼女が言うには旧総票のオルムだったので総票で地区労というものがあったけれども、今それがないと、何にもない中でこれだけの広い広がりを作って、そしてやった重みというのはとっても重いのよと言っておられました。はい、じゃあ続いてナンバー8、あ、じゃあ9くらいでお願いします。ナンバー8、暑い中皆さんご苦労様です。古賀茂と申します。実は私受任者になりたくてもなれなかった尼崎に住んでるんですね。その前は30年間淀川区というところに住んでいて、あの淀川区で維新がいっぱいおるところで3971人一筆もの署名が集まったというのを見てとても心強い限りであります。実はこのカジノの問題は大阪だけではございません。尼崎の維新の市会議員、保守系の市会議員が配ったビラ見てたら恐ろしいこと書いてある。尼崎の港をこの IR を後方支援するために活用する道があるんじゃないか、こんなこと書いてるんですね。要するに大阪以外のところでももしこれが通ってしまったらこれに協力をするという名目でたくさんの血税が浪費をされるということであります。安倍晋三さんが生きている時、首相官邸に松井一郎、吉村博文、そしてその前の橋本徹がしょっちゅう首相官邸に乗り込んでましたね。あれ首相官邸お茶飲みに行ってるんじゃない、カジノのためにお金、国のお金出してくださいよ言いに行ってるんですね。それは要するに大阪市民府民じゃなくてもこの日本に暮らすみんなが税金からこのカジノの費用を出さされるということではないでしょうか。私はこれは許せないと思いまして、神崎が越えて向こう側なんですけど、尼崎市からあの白い軽自動車の街宣車、
朝の6時に起きて、飾り付けもして、また今日はあの協力をするウグイスさんが2人も協力をしてくれているので、一緒に乗ってきて凱旋をさせていただいております。この後、また出発しますので、あのこちらの傍聴には参加できませんけれども、暑い中皆さん共に最後まで頑張りましょう。カジノなんか大阪湾にはいらん、この声を一緒にさらに上げていきましょう。失礼いたしました。どうもありがとうございました。それじゃあナンバー8に入る前に、あの皆さん給水してくださいね。こちらの方で今お茶をあのコップの方に入れております。給水屋のしないと知らないうちに干からびてて、後から取り返しのつかないことになりますので、給水してください。じゃあナンバー8さんお願いします。お集まり皆さん、結集大変お疲れ様です。大石明人と申します。元大阪府職員です。そして今れいわ新選組で衆議院議員をしております。カジノの是非は府民が決めるということで、たくさんの方が署名に参加してくれて、21万筆という数が、あの制限がいっぱいついた署名のルールの中で集まるという、この住民の意思、すごく重大な意思ですから、これから大阪府議会が行われて、でカジノの住民投票、これが賛成されるのか反対されるのかまだわからないですよ。でも報道では維新と公明党が住民投票なんかいらんと、そういう民意を踏みにじるような議決を、議会の議決をやるんじゃないかと言われてますけど、でももう一度議会を運営されている方、そして議員の皆さん、皆さんの良心に訴えかけたいですよ。これほど重い民意を無視して住民投票を切り捨てるんですか。住民投票絶対やらせなきゃいけないと思います。それから私はもともと大阪府の公務員だったんですね。これ大阪府の職員の皆さんも聞こえてますか。結構聞こえてますよね。私はあのなんで大阪府職員辞めたかっていうのは、都構想とかカジノとかそういう業務をやるっていうのは、もう職員として私は本当に辛かったんですね。息苦しくて、こういう業務が増えていくということがもう我慢ならなかったんです。自分の時間を都構想カジノを進めるための時間に使いたくなかった。だから公務員辞めて都構想とカジノを止めるために自分の人生を使いたいなということで公務員辞めたんですよ。だから大阪府職員の皆さんも多くの方はおそらくもう都構想も二度とやりたくないし、住民投票でカジノも絶対進めたくないはずです。だから私は皆さんの良心にかけてみたいし、私自身、森友問題で大阪府庁前でたくさんの市民の方が集まられてて、でその時に通りがかってとか、まあ、一市民として外で見てたんですよ。で府職員頑張れっていう、そういうスローガンでスプレーコールを上げてくれてました。私は元公務員だったし、ここにおられる多くの市民の方もそうと思うんですけど、やっぱり府庁の中で現実現場を知ってる大阪府職員の皆さんが、一緒にカジノはあかんやろと、カジノみたいな業務を大阪府として進めたらあかんやろと、そういう声を一緒に上げてくれるという日を、まあ、夢見てますし、実現するのを信じています。こういう不当な議決とかみんなでバリケード張れる日を私は夢見ています。そして今日カジノの住民投票否決されても通っても戦いは続きます。市民の戦いは続きます。これはあらゆるチャンスを生かして、絶対カジノは阻止していかなければいけない。それは一つには統一地方選もそうでしょう。カジノ阻止の大運動をやって、絶対にカジノはやらせてはいけない。私たち市民の戦いというのはカジノを阻止するまで続きます。今日で終わりません。職員の皆さんも、そしてここにいる皆さんも共に頑張ってカジノ阻止しましょう。必ずできます。一緒にやりましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ナンバー8さんと言いましたが、ナンバー9さんでしたね。
大石さんにはですね、これからまた私たち国会に対して、しっかりと今回の審査が入ってますけども、するなと、それをやっていきたいと思いますので、ご協力、あ、もう時間がないので、はい、そうですね、まさか否決された日には、これは住民合意というものを踏みにじったということで、国の認可の要件違反になりますということで、私も国会議員として、そういった運動の国会内での再選考に立っていきたいと思います。令和新選組の大石明夫でした。どうもありがとうございました。じゃあ、ナンバー10、テンさんお願いします。順番に時間が短くなっておりますので、その他の発言したい方、こちらの方にお願いをします。今日って風任せほんまに行かれるんですか？今日はなくなった。あ、なくなった。あの、今日これもあるし、高槻の求める会の大方と申します。出てきたのは先ほど平方の彼女が45年前のお話をされた。で、やはりそれをやった人間として今回の署名と一緒に2度直接請願運動を経験したものとして報告をしていきたいと思っています。で、1977年大阪総票という今の、まあ、知って今日おられる皆さんはほとんどご存知だと思いますが、労働組合の横の組織ですね、そこが提案をして、で、大阪府内の50ぐらいにわたる市民団体と一緒に救急医療条例を大阪府に、制定せよという署名だったわけです。詳しくは時間がないからやりませんが、もう救急車が来なくて子供、孫を亡くしたというふうな多くの例があった、そういうのを集約してやった運動です。すいません、ここ開けてください。その時総票は地区票、地域票という地域組織がありましたから、地域でそれぞれ医療票とを作っていこうという提案でやってきたわけですが、今回の運動は私たちがそれぞれの地域で一つずつ運動の主体を作っていったんですよね。私はここがすごいと思っています。その今回の運動に確信をお互い皆さん共有したいと思います。で、もう一つはそれがどうなったのかという話は今日しませんけれども、カジノももし今日非民主的なこんなおだなりな府議会のやり方で採決をしたとしても、この私たちの運動、府民の多くの要求というものは終わらないわけですね。で、救急医療のその署名をやった時も府民の声をまさにもっと裏付けていくということで、救急医療110番というのをやりました。で、多くの府民の救急医療に対する要求が出てきました。で、私たちもカジノについての依存症や多くの皆さんの要求をですね、もっと、可視化していくということが必要だし、そしてその45年前は国に向けての運動に発展していきました。だから私たちの運動はまさにこれで終わらないということです。もう府民の府議会の皆さん、私たちは絶対に引き下がらないですよ。府民21万のこの声に真摯に応えていただくようお願いをして、45年前の救急医療所直接請願署名と比較して、私たちの今回の運動がどのようなものだったのかということの私の実感を話しました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。まあ、8時を超えられますけど、毎日2時間ずつ集めようということで街頭に立ち一緒に集めていただきました。イレブンさんに行きたいところなんですが、ちょっと特別に1分だけ、テンダッシュさん、野々上さん、大阪府議の野々上さん、あ、もう行っちゃった、忙しい、時間がないから。あ、そっか、少し時間がなかったんですが、
千田市で野々上さんが、皆さん大阪の府議会で私頑張るから皆さんも頑張ってください、エールを伝えに来ましたということで、さっき来ていただきました。あ、おりますね。あ、じゃあちょっと待ってください、せっかくだから。じゃあ一分アピール、自己紹介は自分で、千田市さんということでどうぞ。皆さんこんにちは、大阪府議会議員の野々上です。今日はちょっと皆さん方の場ということで遠巻きに見てたんですけども、暑い中本当にたくさんの府民の皆さんが集まっていただきまして心強いです。頑張れよ。で、3月に大阪府議会で可決された際には、残念ながら府庁の周り静かでした。で、正直あそこで大阪のこのカジノの問題はピリオドかなと思ったらとんでもない、そこから大阪府民の底力見せていただきました。今日1時から本会議が開かれます。おそらく皆さんがイメージするカンカンガクガク議論が交わされるという姿はないやもしれません。有名なセリフなんですけれども、事件は会議室で起こっているんじゃない、現場で起こっているというのをまさに残念ながら体現しているような会議室になってしまうかと思います。そうなんです、現場はここです。現場に力があります。ぜひ皆さんのこの声が形になるように、私も府議会議員としてはこの後の議会、そしてその後は一府民としてともに皆さんに大阪にカジノはいらない、そして大阪のカジノは大阪府民自身が決めるということを大きく声を上げていきたいと思います。皆さんともに最後まで、最後今日ちゃいますよ、まだ続きますよ、最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。本当に野々上さんにはですね、全力を尽くして頑張っていただいて、僕らも外でということになりますが、主戦場は現場なんだということがはっきりしました。頑張りましょう。ありがとうございました。残念ながらね、5人以上の会派じゃないと今日代表質問だから質問ができないんですよ、彼女もね、本当に理不尽。じゃあ続いてイレブンさん。あ、はじめまして、はい、水道橋博士 リツイートで、松井市長から訴えられようとしています、安倍の区から来ました斉藤と申します、よろしくお願いします。直接言わせていただきます。大阪府知事、吉村君、君の子供がもしカジノに行きたい言うたら、よし行ってこい、儲けてこい、そういうふうに言うねんな。よう考えてカジノのこともう一回考えろ。あ、以上です。はい、どうもありがとうございました。続けていきます。平野区から来た山崎です。私は子供の頃、お母さんがパチンコに行って家で鍵も出されずに何時間も玄関の前でトイレとかも我慢して渡されたりとかしました。つい最近も大阪府で親やおじいちゃんおばあちゃんが遊びに行って家の中で縛られてネグレストにより虐待死した2歳のお子様もニュースになってました。ニュースになってない虐待が世の中にたくさんあります。そのままカジノしてギャンブルで依存した親によって虐待が増やされたら、吉村知事は責任を取ってもらえるんですか。虐待がたくさん行われているので、虐待を解決させていくことがカジノより優先されるべきだと思います。このままギャンブル依存を増やすようなことはやめてください。お願いします。以上です。どうもありがとうございました。吉村知事、聞こえましたか。カジノじゃなくやるべきこともあるでしょうが。はい、続けてナンバー12さんです。お願いします。それから皆さん、また警察が来ていただきましたが、通路の確保全部大阪府庁側で、自転車の方もすいません、自転車だけ中に入れてください。覗いていると危ないので、ね、三脚を持っておられる方、三脚ちょっと動かしてくださいね。はい、お願いします。皆さん、暑い中ご苦労様です。社民党の副党首をしております大椿優子です。
本当